旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では御仏のご加護がありますように。槍川の乱の後、叔父上と父上は湯を見つけたと聞いたが、もしやこれか？多くの民が暮らしていた村、あの時はよく抜け出せたと思う。我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず、助けを求め続けています。そやつを探してみる。死なせない。お侍が賊の隣にいたと思ったら瞬く間に後ろを取ってたらしい。だから何もわからないまま賊は死んだって聞いた。冷たいミルクと混ぜるだけ。フルーチェハウスフルーチェ信じれば友信じれば愛触れ合い接近ハウスポテトチップスポケットサイズ新発売。慌てるな。何があった？家に押し入られて女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。Start that.気配がない。外も見るか。干し物が濡れており、隙をつかれたな。血まみれだ。誰か殺されたな。ぬくろは引きずられ川に捨てられたか。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無為にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。